に井上秀隆君。委員長。井上君。日本維新の会の井上です。それでは早速法案に質疑させていただきたいと思いますけれども、現在全国のマンションのストック数というのは約655万戸。これはまあ平成30年時点であります。で、1500万人の超える方がまあ居住していると推計されていると。マンションは全国的に広く分布しており、各地域に一定のストックが存在しています。中でも大都市圏に半数強が集中するなど、東京、神奈川、埼玉、千葉といったですね、大都市圏に集中するなど、マンションは都市部などを中心になくてはならない居住形態だというふうに思います。また一方でですね、築40年を超えるマンションというのは現在の約81万戸からですね、10年後には 2.4 倍の198万戸、20年後には約 4.5 倍の約367万戸と、今後増えていくと見込まれています。またマンションの築年数の経過に比例して、区分所有者の高齢化というのが、まあ、同時に進行していくわけでありますけれども、賃貸住宅住戸や空き家住戸も増加する傾向にありますので、ストック活用の時代とにおける新たなマンションの在り方を検討するということは非常に重要だというふうに思います。で、まずはですね、ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけれども、素朴な質問ですけれども、マンションの定義というのをですね、お答えいただけますでしょうか。真鍋住宅局長。今回、改正案を提出しておりますマンションの管理、そしてマンションの建て替えについて、2つの法律の改正案をご審議いただいているわけでございますが、この2つの法律に共通するマンション、この定義でございます。2以上の区分所有者が損する建物で、人の居住のように供する占有分のあるものということで、要するに区分所有の対象になる分譲マンションということでございます。いわゆる賃貸マンションは対象にはしておりません。委員長、井上君。そうなんですよね。子どもの頃にですね、まあ、もう見た目で多分判断してですね、あのマンションのところで遊ぼうとか、あの団地の広場で遊ぼうとかですね、あのアパートでの友達に会いに行こうとか、まあ、それぞれみんなそういうふうな経験があるかと思うんですけれども、今言われるようにマンションというのはですね、区分所有者がまあお二人以上おられるということなんで、分譲マンションを原則的にですね、法律上はマンションというふうに言うということなんですけれども、まあ、急速に高経年マンションというのが増加する中、建物設備の老朽化と区分所有者の高齢化がまあ進みつつあります。またタワーマンションの増加や既存住宅市場の活性化といった近年の動向を踏まえつつ、現状のマンションの取り巻く課題と、現状と課題というのをお伺いしたいと思います。真鍋局長。先ほども井上先生からご指摘がありましたように、築40年を超えるマンション、これが現在81万戸ほどございますが、10年後には約198万戸、20年後には約367万戸に及ぶと、今後急増することが見込まれております。また建設後相当の期間が経過したマンションでは、建物設備の老朽化、あるいは区分所有者の高齢化、非居住化、つまり空き家化ということですが、管理組合の担い手の不足、これが増加することが懸念されております。またこのほか、マンションの大規模化等に伴いまして、区分所有者の合意形成が難しくなってくる、あるいは管理組合における修繕積立金の不足が顕著になってくる、建て替え事業における事業採算性が低下してくるなど、さまざまな課題が顕在化しておりまして、このような中でマンションの老朽化の抑制、周辺への危害を防止するための取り組みということがますます重要になってきているというように考えております。委員長。井上君。今、真鍋局長が答えていただいたように、さまざまな課題というのがあるということで、次の質問は大臣にお聞きをしたいと思います。もう大臣、またこの質疑を抜けて、終わったら参議院に抜けていただいて結構ですので、マンションは一つの建物を複数人で所有することから、意識、価値観、経済力が異なる区分所有者間の合意形成を必要とする、困難さが、あります。一方で、区分所有者の多くは必ずしも専門的知識や経験を有しておりません。このため、管理組合による自主的な取り組みだけでは一定の限界があるということですから、行政によるマンション管理の適正化に関する施策の推進を図ると
という今回の改正案の方向性というのには非常に私は賛同しますが、その柱でありますマンション管理適正化推進計画の制度というのはどういうものであるか、またどのような効果を期待しておられるのか、大臣お答えいただけますでしょうか。赤羽国土交通大臣。はい、私は阪神・淡路大震災を、被災体験しました。で、多くの時にマンションが崩壊して建て直しを迫られるとか大規模修繕の選択をしなければいけないところがたくさんございました。その時には当時はマンションというに関わる法律というのは一本もなくて、当時は区分所有法と民法でこうした全壊したものに対してどう対応するかと、率直に当時はマンションが全壊するという前提の法体系になってなかったというふうに承知しています。で、なかなかそういう法律が制度がないときに建て替えをするというのはまさに井上委員のご指摘のとおり、区分所有者さまざまな経済状況ですので、余裕のある方もいればとても余裕のない方もいて、その中で当時は区分所有者全員の賛同がないと建て替えることができなかったというようなことがあって、あれが今5分の4に当時のことをきっかけに変わったと。しかしそれでもなかなか簡単じゃないというのは、マンション円滑建て替え円滑化法もできてもですね、なかなか現実には建て替えまでは至っていないというのはそれが現実だと思っております。で、要するに一番の大事なことは今回の法改正、これを答弁にもなんですけど、やはり自分たちがこのマンションの一つのコミュニティとして参加者主体者としてどう管理をしっかり適正化していくのかと、日頃から管理が適正なマンションほど長寿命化すると思いますし、そうした中でのコミュニティがあるということは、修繕建て替え修繕積立金ですか、これが足りないというのはですね、多分私 裏側から見るとコミュニティがもうあまり機能していないんじゃないかと、これ非常に危険信号だというふうに思っております。そういう意味で今回マンション管理適正化推進計画というのは新たな制度的枠組みとしてですね、地方公共団体、これは一番まちづくりとして身近な存在の地方公共団体が国を定める基本方針に基づいて、その区域内におけるマンションの管理適正化の推進を図るための計画を作成するということができるものとしております。また推進計画を策定した地方公共団体においては、これ管理組合による自主的な取り組みを誘導するために個々のマンションの管理計画を認定することが可能となると。ですからこうした公的な関与をしながら、それぞれのマンションでしっかりとした管理計画を立ててもらって自らがですね、そして管理の水準を上げていくということが非常に大事だと思っております。多分そのこれが施行して少し時間の経過の中でどのマンションが管理がしっかりしているかというのが明らかになっていくと。おそらく我々もうちょっと年を取ってくるとマンションに移り住みたいと思っている方たくさんいらっしゃると思いますが、その時にある意味では差別化とかですね、出てきて、それが最終的に全体的に底上げになっていくのではないかと、まちづくりにとってもプラスになるのではないかと、そういう思いで、法律を提出させていただいたところでございます。委員長、井上君。大臣ありがとうございます。この参議院での議論も聞いててもやはりこの部分が一番の今回は根幹かなというふうにも思いますので、大臣にお答えをいただきました。大臣も参議院の方に、行っていただいて結構ですのでお願いします。次にですね、マンション管理適正化推進計画の作成について、都道府県等の、任意によるものという形にしてあるというのが、ちょっとなぜなのかと。マンション管理適正化推進計画が任意の仕組みだと、例えばマンションが多く存在し、マンション政策のニーズが高い大都市であるにもかかわらず、その計画が作成されないという恐れも、絶対にないとは言えないと思いますので、全国一律にした方がいいのかなという思いもあるんですけれども、局長、いかがでしょうか。真鍋局長。マンション管理適正化推進計画についてのお尋ねでございます。マンションは全国的に広く分布してはおりますが、特に大都市圏への集中が見られます。こうした立地や老朽化の状況を踏まえますと、マンション管理の適正化に向けた対策、政策のニーズというのは全国一様ではないというふうに考えております。また地方公共団体の事務体制の実情を合わせて勘案いたしますと、全国一律ではなく任意、つまり義務付けではないというような形での制度化を大きとしたものでございます。このためマンションの管理適正化推進計画の策定については、まずはマンションが多く立地し管理上の課題が顕在化している都市部の地方公共団体に先行的に
中心に行われるということを想定しております。一方でそうは言いましても、今ご指摘がありましたように、できるだけ多くの地方公共団体が早期にマンション管理適正化推進計画を作成していただきたいと、こういう意図もございまして、まず各地域における管理適正化の推進に関することとして、国においてその記載事項、計画にこのような事項を記載していただきたいという例示、あるいは地方公共団体に対する説明会の開催などをいたしまして、推進計画が適切に作成されるよう公共団体に働きかける、あるいは公共団体からの相談にも積極的に応じてこれを進めてまいりたいと考えております。井上君。はい、ぜひお願いしたいなというふうにも思うんですけども、この適正化計画ですね、各都道府県だとか、自治体にお願いするということで、担当の職員の険しくなる顔がですね、目の前に浮かんでくるというかですね、ただでもこれはユーザーさん含めてですね、お買いになったマンションも生涯で多分一番の買い物だとよく言われますけれども、そのマンションをお買いになった方々がいつまでもですね、心地よくお住まいいただくためにもですね、やはり一定必要じゃないかなというふうに思いますんで、ただ地方公共団体からすると多少ですね、事務量も増えるというような問題もありますんで、サポートについてお伺いをしたいんですけれども、政令市や特別区の一部などではマンションの管理組合に対する届出条例を制定したり、マンション管理士ですね、などの専門家の派遣を行ったりするなど、マンション政策に積極的に取り組んでいく、地方公共団体もありますけれども、一方でそうでない地方公共団体も存在すると、この計画ではですね、積極的にできるだけ多くの地方公共団体で策定されるべきだというふうには考えますが、先ほども言いました、作成に対する負担も相当あるのではないかと懸念されます。計画作成に対する支援や負担の軽減について国として何かお考えかお聞かせください。真鍋局長。地方公共団体の負担の軽減などについてのお尋ねでございます。今回の改正法案によりまして、地方公共団体がマンションの管理適正化推進計画の作成、そして管理組合への助言指導など、さらには個々のマンションの管理計画の認定と、こういう新しいお仕事に取り組んでいただく、これを私ども期待しているわけでございます。まず推進計画の作成にあたりましては、国が新たに定める基本方針において、この推進計画の記載事項の例示、あるいは推進計画作成のためのまず実態調査が必要になるということから、そうしたことへの取り組みについてきちんと明記するとともに、実態調査を行う上での予算措置も講じまして、サポートをしてまいりたいと考えております。またこの推進計画を作成した地方公共団体においては、個々のマンションの管理計画の認定ということを行うことが可能になりますが、この認定事務に関しても初めての試みということでございます。認定基準を示すとともに、ガイドラインを作成して、そのサポートをしてまいりたいと思います。また今回の法律の中に、この認定事務の一部を必要に応じて地方公共団体が指定する、地方公共団体の長が指定する法人に委託できる、外部委託できるというような規定も設けております。マンション管理士などの専門家の活用、あるいはマンション管理適正化推進センターの技術的な協力、そうしたことも併せて講じまして、地方公共団体の方々の負担の軽減、それに努めてまいりたいというふうに考えてございます。適切な運用が図られるよう、地方公共団体に働きかけるということも当然でございますけれども、その不安を払拭して、なるべく負担を軽減するということにも意を用いてまいりたいと考えております。委員長。井上君。はい、都道府県等による管理者への指導助言および勧告というのは、どのような管理状況の場合に行われるものなのか、そして国が都道府県等に対し指導等の実施にかかる指針などですねを示す必要があるんじゃないかなというふうに考えるんですけれども、局長いかがでしょうか。真鍋局長。今般の改正法案では、地方公共団体がマンション管理適正化の指針に即しまして、必要に応じてマンションの管理者等に対して助言指導または勧告を行うということができることとしております。具体的に言いますと、例えば管理組合の運営について組合の実態がない、
規約が存在しない、管理者などが定められていない、あるいは集会や総会開催されていないなど、まあ、そういった事態が生じている場合に管理の適正化に向けまして規約の策定見直し、管理者の設置、集会の開催、そうしたものをきちんと提案する、助言をするということが考えられます。また必要に応じて補助制度などの支援策の活用というものも促すことが考えられるというふうに思います。また日頃よりマンション管理士などの外部専門家の派遣ですとかセミナーや相談会の開催というような形でマンションの管理組合をサポートするというようなそういう取り組みを公共団体さん進めている例もございますので、そうしたことが組み合わせて総合的になされることが期待されているわけでございます。今回助言指導勧告については強制力がある制度ではございませんけれども、公的団体からの一定の関与ということで、一定の効果はあろうというふうに考えてございます。国は公共団体が行うこうした事務について具体的な運用方法などを分かりやすく示して公共団体における事務が円滑に行われるようしっかりとサポートしてまいりたいと考えております。井上君、次にですね、マンション建て替えの円滑化法のについてをちょっとお伺いしたいんですけれども、今回マンション敷地売却制度の対象のマンションを拡充するということが大きな法律の目的だと思うんですけれども、6年前ですかね、平成26年にマンション建て替え円滑化法というのが改正をされて、この敷地売却制度や容積率緩和制度というのが創設されましたけれども、この実績についてお答えいただけますでしょうか。この真鍋局長。平成26年に創設されましたマンションの敷地売却制度でございます。これを実施するにあたりましては区分所有者それぞれが置かれた経済的な状況あるいは世代が多様である場合、どうしても合意形成までにある程度の時間を要するというようなことがあるものと認識しております。そうした事情もありまして、今年の4月の時点でマンション敷地売却制度の前提となる要除却認定、この認定を受けたものは24件、敷地売却にかかる買い受け計画の認定、これを受けたものが10件となっております。今回の改正法案では耐震性のないマンションに加えまして外壁の剥落あるいは火災などの恐れのあるマンションについてもこのマンション敷地売却制度の対象とする、対象を拡大するということを起としてございます。また団地型マンションについても一部敷地の売却を円滑化するということを意図いたしまして敷地分割制度の創設を盛り込んでおります。こうした改正でマンションの敷地売却制度の適用をしやすくすることにより今後実績が増えてくるというふうに見込んでございます。委員長、井上君。実際ですね、維持管理が困難なストックについては周辺の居住環境の悪化等の深刻な問題をやっぱり引き起こす前にですね、速やかに建て替えや売却による建物の更新というのが必要ですし、多分それを進めていくのに、この敷地売却制度というのを取り入れていると思うんですね。で、数も含めて、まだまだスピード感を持ってやっていただくというのは当然でありますけれども、ただ一方でやはりこれ相手方がある話ですから、やはり反対の方が非常に多くなると必然的にその計画というのはですね、進みにくくなるというのはもうこれは必然であります。で、反対の方々に、しっかりとですね、もちろんこの住宅施策についてすべての人がしっかりと把握しているわけではありませんので、当然しっかりとした説明をしていただいた上でその計画にですね、多くの方に賛成していただくようにしないとダメだと思うんですけれども、反対の方々に対する働きかけですねをどのように進めていくおつもりなのかお聞かせいただけますでしょうか。真鍋局長。マンションの敷地売却事業あるいは今回の改正法案に盛り込んでおります敷地分割事業、これいずれも区分所有者の5分の4の同意で進めることができると、こういう制度でございます。逆に言いますと反対の方がいらっしゃってもこの事業を進めざるを得ないという場合もあろうかなというふうに思います。私どもとしてはできるだけ多くの区分所有者の同意を得て事業を進めていただくことが望ましいということから、事業を進めようとする者において丁寧な説明あるいは意向把握、それに努めるべきことを
私どもの定める基本方針やガイドラインに明記してこれまでにも運用をお願いしてきましたが、こうしたことについては今後とも強調してまいりたいと思います。また今回新たに創設いたします分割事業についても同じでございます。でこの同意が得られなかった区分所有者に対しても不利益を被ることがないように適切に対応すること、これは非常に重要なことでございます。反対者への対応についてはマンション敷地売却事業分割事業で若干異なります。まず売却事業におきましては決議では反対したものの、その後事業に同意参加することとなった区分所有者の方に対しましては買受人、これデベロッパーでございますが、区分所有者などの要請に応じた代替建築物の提供や斡旋を行う、これを義務付けております。この実施状況は地方公共団体によって監督をするということになってございます。またこの売却事業に反対して参加しないというふうに決めた区分所有者の方に対しましては売却組合が時価による売り渡し請求を行う、相応の手当をきちんとお支払いするということにしております。で今回創設しようと考えております敷地分割事業、これは団地型のマンションで敷地の分割をしていく、こういうものでございますが、各区分所有者の敷地分割前後の持ち分の価格に差額が生じた場合、清算金を徴収あるいは交付することなど、予定しておりまして、事業に反対される方であってもその資産がきちんと保全されるような措置を講じております。すみません、ありがとうございました、はい、次に